1月某日、フレンドのユーリさんから、一本の試合リプレイが届きました。よく面白い試合なんかがあった時は、試合のリプレイを送ってきてくれるユーリさん。面白かったので見てくださいってね。ただ今回は少し違っていて、これ動画にしてほしいです、と、明確な熱いメッセージとともに動画が送られてきまして、いつも試合を見てほしいしか言わないユーリさんが、動画にしてほしいと望むほどの試合ってどんなもんじゃいと気になりましてね。今回はユーリさんに許可をいただいた上で、試合リプレイを見ていきながら、私も一視聴者として、試合の感想を述べながら、実況していきたいなと思います。新しいよね。今までの代理での試合投稿は、ACWOG がイクワールドオブタンクスシリーズとかでの投稿で、ゲストのフレンドに実況してもらうのが定番でしたが、実はあちらのシリーズは、ゲストの方と一緒に試合リプレイを見ながら、この時はこんな感じで立ち回っていました、みたいなことを聞きながらそれをメモして私が編集したり、場合によっては丸々動画を代わりに編集してもらうこともあったり、こんな形で、編集してほしいポイントを指示してもらって作っている動画シリーズなんですよね。ゲストの希望に沿う形で動画にしているというわけです。ですが今回は、動画にしてほしいですと試合のリプレイだけをもらった形なので、見たまんまで、試合の感想を述べていきたいなと思います。毎回動画を初めて見る、視聴者の皆様と同じ視点ですね。というわけで今回は、フレンドが見てほしいという試合を、みんなで鑑賞していきましょう。改めまして、T1 スタイルズです。ということで今回はフレンドからの提供試合を、鑑賞していくというあったようでなかった企画になります。一応フェアな感想を述べるべく、試合については何も聞かずに、試合を鑑賞しながらメモをし、最初に見た印象のままを、ゆっくりボイスに起こさせてもらっています。結果を知った上でのセリフはつけておりません。というわけで試合スタートですね。マップは修道院の北側スタート、乗っている車両は SU-101、ソ連のティア8駆逐戦車ですね。改めて今回の試合をしていくフレンドは、ユーリさん。おまけ動画で出演経験はあれど、ゆっくり実況本編では、初登場のフレンドですかね。初動は東側の狙撃狙いですかね。正体仲間にミニエルクがいるので、そのスポットに頼りながら狙撃していきたいという思惑ですかね。ロレイヌは間に合わずで、倒れた樹木の方が気になる感じですかね。一発決め打ちと、ここまでは私も同じことをしていたかなと思いますね。出てきたヒコダが樹木を倒した犯人かな？おっとミニエルクもいたのですか。これはちょっと咲いている車両数的に不利になってきた感じではないかなと、敵の可能燃料弾を強弾と。これ、だいぶ味方が西側に裂かれていますね。というよりも、自陣付近にかなり味方が固まっている印象ですね。中央の修道院部分が手薄なのが気になります。修道院のマップは、中央を抑えることによって、この8ライン上、及び2ライン上での戦線を支援できるようにしていくというのが一つの攻めのセオリーなので、中央を開幕から明け渡しているというのは、東西ともに、だいぶ攻めにくい形になっていくんじゃないかなと、この時点で伺えますかね。そういえばこの SU-101、実は随分昔に、私も乗車したことがありまして、当時は100ミリ砲しか選択肢のない、だいぶ火力の非力な、そして不拡散度という制限がきつく、扱いに苦労していたことが思い出されるんですよね。その代わりこう、スルスル動く中戦車のような挙動が武器だったような記憶があるのですが、現在は122ミリ砲が搭載でき、火力は格上の中戦車クラスとなり、装甲がそれなりの厚さとなり、代わりに機動力がもっさりしたというお話を伺っています。なんかだいぶ様変わりしたなという印象ですね。機動力特化の手数勝負の駆逐戦車が、火力高めの固めの駆逐戦車になったようですからね。ここで東戦線は不利と判断し、自陣での引き込み戦にシフトした感じですかね。中央も取られていますし、東戦線の車両数も大差があるので、あのまま東で構えていても簡単に撃破されてしまいますからね。東戦線抑えの定番の茂みで、迎撃に備える形でしょうか。敵が来る前に茂みを倒しておく。これは大切だよね。この構えだと、ここには軽戦車の偵察はいらないから、一緒に隠れて狙撃か、中央の偵察ができるといいかなってところかな。中央を取られているのに、自陣付近をうろついているのはすごく心配。あ、すでにだいぶ中央から入り込まれてしまっていますね。おっとここで正体仲間のエルクがやられてしまいましたか。悔しいね。
中央ライン後出しでの偵察になって不利だから、ここは引き込みで丁寧に対応していけたらよかったかもね。おっとユーリさん、ここでの倒木はちょっと怖いぞ。絶対的に見られましたよねこれ。15メータールールをうまく駆使して対応。こういう丁寧さが大事ですね。ただ敵も倒木を見ているので、ブラインドショットで警戒していますね。あ、だいぶ強気な敵エルクですね。見つかると 122TM とクロスを組まれるので、バレたくないところだね。見つかるのを警戒して撃たなかったかな？それとも深くが足りなかったか。あっと、視界に引っかかってしまったか。ただここは 122TM が北側に回ったので、ユーリさんは射線が切れましたね。エルク撃破、これは大きいですね。ただパーシングがやられちゃいましたね。ユーリさんにとっては射線は切れたけど、パーシングは完全にクロスを組まれた形でしたからね。おう、だいぶ手荒いスコダさんですね。そりゃ荒っぽすぎだよな。結構敵が大胆に押してきますね。かっこ撃破で車両差を埋めていけるといいけれど。これ、敵のロレイヌの所在がすごく気になりますね。あの位置から北に上がってきていなければ、今 122TM は孤立しているわけだから、正体二人で囲めに行けそうだけど、ロレイヌがいると話が変わってきちゃうからな。お、UDESY 移動してたみたいですね。ということはロレイヌも引き返している可能性が高いか？あ、ロレイヌが中央に流れていってましたね。これは122が孤立しているんじゃないか？この目線、ユーリさんも気がついたか？あ、違う、中央の対応しようとしてる？それはもう手遅れだと思うけど。どうするんだろうか。ここで122を逃すのは辛いが。スポットがなくなった中央を向いても手遅れだけど。そうそう、それ、その 122TM、それは今のうちに囲むべき。よしよし、削れ。今のうちにやっておきたいぞ。あくまで丁寧にか。あまり時間かけると、中央の敵が進行してきて、戦線的に囲まれてしまいそうで怖いが、お、この動き、ようやく囲むべきと気がついた感じか。いいぞいいぞ。ナイス撃破。これでおそらく東ラインは確保できた感じかな。とはいえ他のラインが厳しそうだな。中央を取られている以上、東西の移動ルートは潰されてしまっていそうだし。やっぱり戻れなさそうだよね。リンクスも孤立しているし、かといって東を押すのも賢明ではないし、難しい局面だよねこれ。西戦線は西戦線で頑張ってもらうとして、こちらは敵を引き込んで粘るしかないんじゃないかな。正体仲間の274A、中央に戻っちゃうのか？そちらに行くと正体同士の紐付けが切れちゃうし、見つかったら的にされてしまいそうだよね。ちょっと心配。おわ、痛いか？ヒートだったから吸われちゃったのか？痛いねこれ。敵と距離があるうちに、リンクスがスポット取れているうちに、少しでも敵の体力を減らしておきたいところだけど。これで中央を見れる車両がいなくなっちゃったね。274A さんはユーリさん側に引いてこないと、開けているところで孤立しちゃってるから危険じゃないかな。東の警戒に入るのか？確かに、最終履歴的に、敵の SU-130 が詰めてきていそうだよね。ただそっちを警戒するなら、なおさら 274A は孤立しちゃうから、東側に移動しておかないと、ちょっと怖いな。ほらほら、ロレイヌ詰めてきてるし。ユーリさん気がついてー、お仲間さんがピンチだよー。気がついたか。頑張って車線まで引き込んでダメか。やっぱり東に一緒にこもって迎撃態勢を取った方が良かったよね。孤立しちゃったからな。二人でうまく合わせて動くべきだったかもね。ただこれで、ブルドッグとロレイヌはワンパン圏内。強く詰めては来れなくなったんじゃないかな。ここで東が確保できていること、それと自走砲がいないってマッチングなのは大きいね。うまく引っ込めれば、もう少し粘れそうだね。ここでサイド SU を警戒かな？おどんぴしゃ。いい判断だったね。東ラインは袋小路になっているから、敵と対マンに持ち込みやすいからね。敵の攻め方次第では、まだダメージを稼いでいけそうだよね。1対複数になってしまった場合、いかに1対1に持ち込むかっていうのが、戦術を考える上での基礎だからね。
もしくは、1対1を、どう複数対1に引き込むかっていうのも大事なんだけど、ロレーヌが西側に移動しているから、ユーリさんとしては今のうちにブルドッグを対処しておきたい感じかな。これ以上出ていくのは危険と判断したか？それとも東から回ってくることを予想したのか？確かに、ロレーヌのスポットが切れて、VK100 が前進してくるであろう中、中央に乗り込むのは危険だしね。ここで VK100 がフルヘルスで出てくるのは絶望だなぁ。お、直感スキルの音。鉄鋼弾からヒートに切り替えて、重戦車を対応していくと。ナイス貫通。あれ一両だけなら対処も可能か？しっかり車体下部を隠して、固めな戦闘室だけを出して対応ですね。いいぞ。ナイス長弾。しかしこの距離から精度がよろしくない飛行で弱点を射抜くのは難しそう。あと個人的には、ブルドッグの行方がとても怖い。なるべく柔らかい大きい面をしっかり狙って、この状況で冷静な判断。よきよき。あ、西側が壊滅。6対1か。体力見えてない敵も多いけど、これは相当ヤバい状況だね。こんな時ほど冷静に。たとえ負ける試合だとしても、最後までしっかりダメージ取って、レーティング向上に努めてほしいところ。いいですねー。西側の敵はまだこちらに来れませんからね。その前に VK100 とはケリをつけておきたい。もうちょっと、あ、ブルドッグ。ここまで VK に詰められてから出てくるのはちょっと嫌なタイミング。ユーリさんもいいぞ。先に VK100 を対応するって考えは冷静ですね。これでブルドッグと対マンだが。ナイス長弾。予期走行活用。ナイス撃破。これで西にいる4両だけになりましたね。いや、だけになりましたって簡単に言うけど、まだ4両、しかも中戦車が2両もいるのが非常に厄介。しかも陣地踏みに来ましたね。おっと占領やめた。陣地を通過したってことかな？これはユーリさんにとっては良き情報、敵にとっては痛いミスではないか？おっと一方死人。茂みを挟んで見られていそう。お、AMX ミリヘルス、これはラッキーでは？他の敵が来る前に対応したいとこ。ナイス長弾、いや硬いですねー。敵は痛いミスだね。ナイス撃破、冷静な対応でしたな。あっとここでロレーヌ。こいつがスポット取ってきたわけですな。これも早く対応したいね。残る敵は機動力がないからね。荒くてたか。ただ思ったより体力が減っているね。これはワンチャンいけるかもしれない。ただこれ、ユーリさんの残弾数が厳しそう。鉄鋼弾2発、ヒート3発、榴弾2発。結構ギリギリ、無駄弾吐けない感じだよね。ここでヒートに切り替えるのは良き判断。ナイスショット。いや今の判断は良かったねー。それに上位スキルの直感、仕様変更されて本当に優秀なスキルになったのを実感する場面ですね。あとはこれ、28プロとの体力次第にもなってきたね。東側を落とせたのは、本当に良かったですね。すごく引っ込み戦をする上でアドバンテージになっていますしね。そこの茂みからスポットされてそう。あ、ナイス長弾。28プロともワンパン圏内の体力。いかにロレーヌに連射を許さないか、それから残弾をどう使っていくか。すごく判断力を問われるな。きついなこれ。この距離で対応するには的が小さいし、残弾も厳しい。かといって前に出るとローダーのロレーヌの的ですし、ロレーヌから完全に視界を切った感じだね。む、視界を切っただろうに、肋間が点灯しない。敵のロレーヌ、引いたのではないだろうか。ってユーリさんも考えていそうだね。もう一回丁寧に視界を切ってる。で、サイド出ていって。見つからない、撃たれないと。これは28プロとの視界に引っかかった感じだよね。ナイス走行活用。ここでスコダの死骸が役立ちましたね。鉄鋼弾をキューポラに絞る感じか？惜しい、命中したけど、やっぱりこの距離は厳しそう。てかロレーヌ、スポット取らなくなったってことは、背面回ってきてる可能性が高いよね。多分勘のいいユーリさんなら、同じこと思っていそう。サイドヒートに切り替えたね。これを打ち切ると、鉄鋼弾1発と、榴弾2発しかないぞ。ダメージの安定度がだいぶ下がってしまうが、すごくヒート使い切りをためらっていそう。これは一旦スポットを切る考えか。
敵のスポットが切れたから、ユーリさんのスポットも切れたでしょうね。背面から来ていそうなロレイヌの対応に動いた形か。いや待て待て、陣地占領が2両になったよ。敵のロレイヌ、こちらの陣地を踏んでますよ。ユーリさんも気がついたね。残り2分。陣地も踏まれているし、これでユーリさんには引き込み戦を持ち込む選択肢が取れなくなったわけか。むしろこの一方からしか詰められないから、いかに体力と装甲を活かして、残弾数を調整するかだね。ドキドキする展開。リタイギリで助かったか？まずは油断で陣地占領を阻止とは、この現状において冷静だね。この長弾は大きい、今のうちに接近したいね。まずはローダーであるロレイヌから対応したいが、油断が入った状態か。もう一発長弾したいね。いいよいいよ、今だ今だ、油断をぶち抜け。ナイスナイス、残りは日発プロトのみ、2発残ってるし、体力差十分。接近してしっかり貫通するんだ。いいぞいいぞ、完全に敵が焦ってる、ぶちかませー。あ、深く取れない？大丈夫か？ナイス。6対1を巻き返したね、すごいなおい。いや冷静な対応でございましたわー。見事、あっぱれですね。いやー、すごい勲章の数だなおい。これは私に自慢したくなるのわかるわー。中でもこの、コロバノフ勲章ってのはほんと貴重だよね。5対1以上の劣勢を巻き返して勝利しないともらえない勲章だからね。まずそんな、5対1以上の劣勢ってシチュエーションになるのが難しいし、劣勢を巻き返すのはもっと難しいですしね。このティア隊の戦場で巻き返せたのはほんと、お見事でしたね。敵が順番にカッコ撃破されに来た、と言ってしまえば、少しイージーに聞こえてしまいそうではあるのですが。弾数ギリギリの中、最後まで冷静な対応で裁けたっていうのは、もう相当の技量じゃないですか？お見事ですよね。弾数ギリギリとか、絶対相当プレッシャーだったろうなって。後で聞いたらユーリさんも試合中は相当体が震えたみたいだし、試合後も震えが止まらなかったみたい。しかもエキサイトしてハイになって、おかしなテンションになっていたんだとか。すごい気持ちわかるなぁ。そりゃプレッシャーもすごかっただろうって思うよね。試合をこうして、見ているだけの私しかり、視聴者の皆様からすればさ、なんでここでこうしないんだろうとか、言いたくなる場面は確かにあるとは思うんだけど、当事者からすると、そこには雑念や、違う思惑もあったり、緊張感が伴ってくるから、そんなに簡単ではないんだよね。私も今回、こうしたらいいのになぁとは思って、口にしちゃったけどさ、当事者はそこまでの考え、なかなか巡らないよね。そんな中、よく冷静に最後まで粘れたなって、感動しましたね。先日閉幕した、冬季オリンピックなんか見てても思ったけどさ。舞台に立っている人の緊張感って、見てる人に絶対わからないものだよなって。今回こうして、他人の試合を見ながら実況することで、ここはすごいプレッシャーだろうな、よく粘れてるなーって思ってしまって。すごく見入ってしまった試合でした。なんか試合見終わった私がエキサイトしてハイになっちゃってるなぁ。話が少し脱線しちゃったけど。目に映るほど簡単ではない、本当に冷静な対応、お疲れ様でございました。ちなみに今回搭載の拡張パーツは、改良型射撃装置、ターボチャージャー、追加グローサーだったそうです。結構足回りの補助をしていたようですね。たまにはいいですね、他人の試合を実況していくのも。すごく刺激を受けましたし、他人から受ける緊張感というものが味わえ、貴重な体験でございました。またいつかやりたいね。以上、最後までのご視聴、ありがとうございます。ではでは皆様、また次回お会いいたしましょう。まったねー。